うんとこれは今マイクオンになってるのかな <laughs> ちょっと待ってくださいね。聞こえてるかなうん。で、えっと、これを <laughs> ちょっと待って、めっちゃ <laughs> めっちゃなんか一人でブツブツって。<laughs> これはさなんか、なんかマイクを。 え、今日はなんか来てくださって本当にありがとうございます。<laughs> あのお試しなのでなんか随時抜けていただいても大丈夫なんですけどでもちょっと待ってねこれなんかマイクリクエストしたら誰かが喋れるようになるんですよねでもそのマイクリクエストっていうボタンがないってことは今誰もマイクをリクエストしてないってことかあリクエストあえありがとうございますえちょっと一回じゃあお話しさせていただきます でリクエストをしたのであちょっと待ってこれこうすればいいのかなあできたできたかななるほどありがとうございますちょっと待ってあえハートとかくるんだえちょっとこれは あ、え、ありがとうございます。ちょっと、どうしよう。今日はこれで <laughs> 終わりにした方がいいかな。まだ、あれだよねあ。聞こえますか。あ、聞こえますか。聞こえます。あ。聞こえますか。<laughs> ありがとうございます。え。えっと、ちょっと緊張してるんだけど。 あなるほどこういうことかえっ今何されてましたか今ちょっとゴロゴロしてましたえっゴロゴロしましたか <laughs> えっんか嫌だったらいいんですけど、はい、なんか声から年齢当ててみてもいいんですかはい <laughs> えっとえっと28 <laughs> <laughs> 違う <laughs> 何歳ぐらいですかあい、いいや、年はちょっと聞くの申し訳ないから。<laughs> え、でもめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。<い>え、ね、楽しいですね。楽しい。楽しいですか楽しいです。ありがとうございます。<laughs> え、じゃあちょっとまたもしよかったらリクエストください。はい、はい。ありがとうございます。お願いします。で、これをまず。 ありがとうございます。じゃあ次は、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、あ質問あ、<laughs> じゃあいきますね。うーんと、あ、待た私本当にダメだわ。下手くそすぎて今、どうやったらリクエスト解除できたんだっけな。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。リクエスト中の方がいて、今。 待ってね、あれリクエスト…あ、ありましたあ、じゃあおそらく2回目にリクエストしてくださった方ですはい、はい、あえ、こんにちはこんにちはえ、めっちゃリクエストしてくれてありがとうございます <laughs> えぇ、ー、初任職してくれてありがとうございますえっと、あ、じゃあなんか <laughs> 声からじゃあ年齢当ててもいいですか。<laughs> はい。<laughs> うーん。えトップがはご本人様ですか。違います違います。違ますあ違う違うか。えー、っとね。うんーと十七歳。<laughs> え当たりです来月十七歳。<laughs> あ今月か今月。え、本当ですか。やばー。<laughs> すごい。<laughs> <laughs> えめっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。 なんか質問とかありますかえっと、あのさっき TikTok ライブでもいたんですけど私あ、はいあの、私合唱部やっててえ、はいで、さきちゃんに憧れて高校合唱部入ったんですけどえ、嬉しいなんか、合唱部での思い出とかなんか教えてほしいですえ、なんか合唱部はやっぱりその、なんだろうなんて言うんだろう、そんなに、なんだろうな 言っちゃえばザ・おしゃれっていう部活じゃ <laughs> だからこそもうなんかみんな思いが熱くてなんかほんとのなんだろう部活をあ、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうなんて言うんだろうなやっぱりすごいみんなで作り上げるものだから熱い友情ができるできます。あとそうそなんか、 性格的にも私はすごい派手なタイプではないのですごくあの、落ち着いた友達がいっぱいできました。<laughs> えじゃあちょっと合唱部か。えパートはどんな感じですごいね。<laughs> じゃあ「ラ」とかまで出せるようにこれかと思うので。はい <laughs> 頑張ってくださいありがとうございます <laughs> はいごめんなさいいきなりオンにしちゃっていやありがとうございますありがとうございますじゃあちょっと切りますねはい、はい、失礼しますじゃあ分かったじゃ,っっじゃあちょっと待って10じゃあちょっとえ、じゃあ行きます <laughs> めっちゃいっぱいさあれしてくださってるからちょっと待ってちょっと待ってね じゃあちょっと待ってくださいね私本当に下手くそはい聞こえてますかかぜさんかぜさんかぜの口笛さん聞こえてますかねちょっと微妙いですかね一旦なじほど <laughs> <laughs> じゃあ桜あちょっとてくださいねじゃあはいちょっと待って私めっちゃなんあ,あれかな、もしかしたらインドに住んでる方ですかね接続が。 カずさんがオンになりましたごめんなさい。まあやることわかんなかった。あ,あ、すみません。はい。はい、い一旦じゃ、かずさんとお話しさせていただきます。ありがとうございます。はい、リクエストありがとうございます。こちらこそ。<laughs> めっちゃリプルとか、ありがとうございます。<laughs> 私も娘を、はい、あのさきちゃんに憧れて、娘を合唱部に出ました。いや、偶然です。<laughs> うちはね、えっ、ー、と <laughs> そメゾとあるとはい、あ、はい、いや、めっちゃ私メゾでしたね、さっき言ってたからね、聞いてたので <laughs> え、メゾめっちゃ面白いですよね、いろいろね、なかなか、まあでも部活大変そうですけど<笑><笑>はい、大変ね やっぱり合唱部は体育会系でもある部活なので。そう、あの日本一の体育会で、あそこでたのあの N H K ホールに。あ、そうですそうです、N H K ホールに出ました。そうあそこに出。出ましたよ。えー、あじゃあ。うん、私ちょっと若かったら娘さんと同じ場所で歌ってたかもしれないですね。そうですよね、<laughs> あそこでね。<laughs> そんなことがあったなんて。さっきあのさっきのあれよかったです、未来予想図。ええー。 ええ、きっとだったんですね。<laughs> ありがとうございます。は,い、はい。ちょっとハッスルしちゃいました。こっちもハッスルしました。<laughs> え、めっちゃ嬉しいです。なんかあのすごいいつも個性的なあのコメントを。<laughs> <laughs> <laughs> そんなことをよく覚えてますね。はい、覚えてますよ。ありがとうございます。い,ますいつもいいねとかくれてありがとうございます。 あいや、こちらこそ本当にありがとうございます。感謝して朝起きて、犬が来てるとすごい嬉しいです。<laughs> いやじゃあ、ちょっとこれからも <laughs> いい,、はい、い,いね。<で>はいいいいやらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、失礼します。はい、すごい。暑いよ、みんな。私は。え、じゃあ,あと一人、あと一人とかの方がいいかな。え、どうしよう。え、じゃあ、ちょっと待ってね。 えちょっとめっちゃ嬉しいんだけど、ちょっとどうしよう。はい。ちょっと、はい。あっ、あっ、あっ、こんにちは。こんにちは,は。あ、聞こえますかあっ、あちょっと待ってくださいね。今、あ、そうだ、二人オンにしちゃったので、一回スピーカー。あっ、ちょっと待ってくださいね。えっと、あありがとうございます。あっ、こんにちは、さくら。 学院インディアスイン,インィアスはいえもしかし多分私がはい、はい、私が初めての海外ポケかもしれません本当ですかあ、はい。今日初めてですね初めてですええー、しいですいもしかしてインドに住んでる方ですかはいえーえー、インドってカレーとかやっぱ美味しいですかすごい。 えわかんない。えー、でも辛い食べ物は、なんかかどううですかえ、もう辛い食べ物大好きなんですけどなんか海外の辛い食べ物って日本とレベルが違うっていうかえ本当ですかえー、でもインド人はなんか <laughs> インドと日本のカレーはなんか似てると聞いたことありますあそうなんですねなんか でもに日本のお店でも日本でも結構インドのインドのって私もなんかちょっとインドなんか喋り方がそう違うんですけど結構インドのカレー屋さんとか行きます、はい、なんとか食べに行きますああえっんとか好きですかなんとか大好きですチーズとか大好きです私チーズのあうーんえっんか 英語,英語はどうですか英語はですね。ちょっとあんまり上手じゃなくてですね。えっと、うん、え英語の方が得意,、うん、得意なんですかえ、私がはい。めっちゃ得意です。う普通に。いや。<laughs> いや日本語、日本語がお上手でびっくりしました。でも、英語はちょっと私はちょっと苦手です。え、私の日本語が下手です。え 全然めっちゃ上手です。あのなんか本当にあのインドに住んでてそんなふうに英語も喋れてインド語も喋れて日本語も喋れてなんか本当に感動しました今日はえなんか一回なんか英語でなんか字幕とかなんか TikTok のビデオがしてくれてえあ <っ S 2> 日本語が下手ったあっ <え>え字幕英語の字幕とかかそうですね、なんか英語の字幕を1回やってみたいなっていう風に思って英語を喋れる先輩にちょっと頼んでみたいなと思ったことがあるのでなんかもしその今後海外の方とかが増えてきたら、うん、なんかちょっとそういうことも考えてみたいなと思ってるのでぜひ楽しみにしててください。 まあの今日は本当にありがとうございました。インドから本当にありがとうございます。はい、嬉しかったです。なんか2012からなんかめっちゃファンです。ありがとうございます。じゃあちょっとまたぜひリクエストください。ありがとうございます。はい、失礼します。で、これを。 スピーカーから消去って押すとどうなるんだあ待って消えちゃった。あじゃあこれ一回ちょっと待って。スピーカー。そうか。話した方を一回。スピー。こういうことができるのか。オッケーじゃあちょっとごめんなさい。最後に。じゃあごめん。最後にちょっとあの最後にちょっとスピーカーを一回あれしちゃった方で。えっとこれを何て読むんだお名前何て読むんですかね あ、こんにちは。こんにちは。あ、え、このお名前なんて読むんですかヒーロって読みますヒーロちゃんヒーロさんあ、どっちでも大丈夫ですあ、えー、こんにちは。こんにちは今日コメントめっちゃくれてましたね TikTok ライブでありがとうございます <laughs> めっちゃ、あのいつもめっちゃ見てます見てます、ギャルなんか <laughs> いつもめっちゃコメントありがとうはいけど本当にあの動画全然コメントできてなかったんであそうなんですねいや確かに動画ではあんまり見ないかもしれない <laughs> <laughs> はいそうです、ね、ちょっとライブではすごい話してみましたえめっちゃえあの TikTok から知ってくださった方ですかいや桜学院の頃から大好きですあ待って本当にいや本当ですえー、嬉しいありがとうございます <laughs> なんかこうじゃあ質問とかありますか？え今高三なんですけどはい高三で今やっておいた方がいいことってありますかね？私高三であのえなんだろうなうん私が高三でしたことといえばまう、あ、んと部活に熱中することとダイエットすることだったんですけど <laughs> <laughs> なんか。 ダイエットをしてよかったことは多分なんだろうあの大学1年生になるじゃないですか。はい、でやっぱ第一印象ってすごくなんか大事っていうか <laughs> <laughs> 参考にしなくていいんですけど全然 <laughs>、はい。それがなんかあ良よかったなって思ったのとえっとなんか自分に自信が持てると友達がいっぱいなんかできやすいあ<ー> <laughs> 自然と <laughs> こう自分を磨くみたいなのと。 あとはうんとそうですね部活やっぱ最後じゃないですか部活なんか、はい、<え>部活は美術部入ってますあじゃあすごい絵が得意なんですねもしかして自分でトップガ紙とか描かれましたかあ書いてます、ね、<laughs> すごいめっちゃすごいですね TikTok も一応動画も上げてて ちょっとと今度拝見してみまますす <laughs> ありがとうございます <laughs> なんかあの絵、ー、とか私あのド,ラド,ドラフィックフォンみたいなゲーム知ってますかあわかんないですねグラ。グラティックフォンっていうあなんかおえあの絵描きじゃなくてなんだっけな絵しりとりみたいなのがあったんでけどそのゲームをこの前友達ゼミの友達ゼミの人たちでやったんですけど。はい 私って本当に絵が下手なんですよめっちゃはいでもうなんかあの本当になんかみんなに爆笑されちゃって恥ずかしくてあの、はい、<laughs> だからあの、絵が上手に描ける人は本当に尊敬してるのであの、ちょっと投稿を見てみますじゃあありがとうございます <laughs> えー、えっとそうだなじゃあうんと高校3年生ってことで、はい 修学旅行とかかは行行けそうですかあ修学旅行中止になっちゃって。マジか。それはそマジで北海道行く予定だったんですけど。そっか。それはちょっと。え、まあ。あれか。じゃあ代わりに何かがある。あ一応、長島スパーランドに行く予定です。うん、5月30日ぐらいに。えー、絶対それはそれでいい思い出になると思います。私 ジェットコースターですけジェットコースター乗りまくりたいですね <laughs> 初めてなので <laughs> 長島スパーランドに行くことがええー、じゃあ私もちょっと長島スパーランド行ったことないのでまたぜひ感想とか <laughs> あぜひぜひぜひ教えてください <laughs> はいはいじゃあ今日は本当夜遅くまでありがとうございましたこちらこそゲスト受けてくださってありがとうございました <laughs> ありがとうございますじゃあちょっとあのー、おやすみなさい <laughs> おやすみなさい <laughs> はい、ね、皆さん本当に今日はちょっとバタ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 してこんなにちょっと長々と聞いてくださってありがとうございました。<laughs> あのですね私本当にちょっと今は暑くて保冷剤を常に片手に持っときたいんですけど。 っということで <laughs> なんかずっとなんかこうリップとかくださってた方とかとこうやってお話できてあなんかこんな声だったんだとかそういうびっくりがいっぱいあって今日は本当に自分の中でも新しい経験ができて収穫が多い一日でした <laughs>。ということでまたぜひあの。 5人ぐらいずつとかお話できたらちょっとせっかく SNS をやってるということでフリーでやってるということなので自由なのでこうやってお話できたら嬉しいですということでまたぜひ今リクエストしてくださってる方もリクエストしてくださいということでありがとうございました <laughs> これでいいのかなちょっとコメントとかないからちょっとあれなのかわかんないけど。 ちょっとあれですねオンライン授業やってる先生方ってこういう気分なんだなってちょっと今あ拍手ありがとうございます <laughs> はいじゃあ終了しますまたライブ配信の直後にちょっとやろうかなと思うので是非 <laughs> ライブ配信と一緒に見に来ていただけたら